QVC マリンフィールドです。高校チーム対埼玉西武ライオンズ18回戦の模様をお送りしてまいります。高校チームの先発はルーキーの、対するライオンズの先発は右の石井。この両投手の先発が発表されています。まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、バッターは石毛。第9位シュートはボール。第2球投げた、外角低め、ボール。カウントは2ボールノーストライクです。投げました、ボール。これはわずかに外れています。カウントは3ボールノーストライク。あっと打ちました、ショート右横のゴロ。あっと速球それた、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げました、見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、低めいっぱいストライク。第3球打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。浅村ヒットを放ちました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。ファーストランナーをちらっと見て投げました、初球外れてもわずかに外れました。第2球投げました、決まった、ストライク。投球は3球目、低めストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を外れた、ボール。カウント2ボール2ストライクです。投げた、ボール。インコース低め、フルカウント。次の球がラストボール、打ちました、センター右へのフライですがセンター落下点、取りました、ボールは中継。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは中西。第1球初球高速スライダー空振り。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、インハイ、ストレートは外れてボール。強気で攻めてきます。カウント1ボール2ストライク、タッチはセーフ。肩越しにランナー見た、ボール。これはわずかに高いか。カウント2ボール2ストライクです。第5球あっと引っ掛けた、取ってアウト、3アウトチェンジ。一塁ランナー浅村残塁に終わりました。高校チームまずはゼロに抑えました。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター投げた、打ちました。ライオンズここは引っ張りに警戒します。2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。バッターよく見ました。カウント1ボール2ストライク、投げました、ボール。ここはよく選びました。カウント2ボール2ストライクです、ボール。カウントは3ボール2ストライク、投げました、打ちました、ピッチャー返し、ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9投げました、初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第9投げました、ストライク。まずは見送りました。第2球投げました、アウトコース低め、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打った、当たり底でのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは4番。第9インロー際どい球、ボール。膝元外れます。第2球インロー空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目、見送ってボール。カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、ここは歩かされます。バッターは DH の。まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ。第9投げた、アウトローへストライク。まずは見送りました。第2球投げた、これはすっぽ抜けてボール。わずかながら外れています。カウント1ボール1ストライク。3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打った、センターへ持っていった、これはヒットになります。バックホームする、ホームイン。高校チーム早くも先制、1対0。
さあ2アウトランナー1塁2塁という場面で第9投げました。初球空振り、投球これから2球目、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、三塁回った、ボールは中継、高校チームさらに1点追加、タイムリーヒット、高校チームなおもチャンスが続きます。さあ追加点のチャンスにバッター第9投げました、ボール。さあ次の投球、2球目空振り、少し迷ったか、投球は3球目、投げました、打ちました、ヒット、1塁ランナー2塁を回った、高校チームさらに1点追加、タイムリー、高校チームなおもチャンスが続いています。バッターは8番ショート、背番号12、第9投げた、ストレートはボール、まずは外角わずかに外、さあ次の投球ボール、外へ、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、直球見送ってストライク、投球これから4球目、打ちました、1、2塁間の当たり、抜けた、ボールは中継、高校チームさらに1点追加、4対0。ツーアウトランナー1塁2塁となりました。第9、低めギリギリいっぱい、ストライク、初球ストライクから投げた、これはボール、カウント1ボール1ストライク、投球は3球目、投げた、変化球ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。さあ4球目、打った、これは強烈、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、第25号スリーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、7対0、高校チームリードを7点に広げます。石井1回で KO、 右の戸金、今日2人目のピッチャーとして登板です。バッターはこれで打者一巡の攻撃になりました。第9投げた、決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール、大きく外れました、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、ストレートはボール、カウントは2ボール1ストライクです。次は4球目、投げました、ストライク、タイミング合いません、投球これから5球目、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げました、これは引っ掛けた、鈍いゴロ、中西取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして7対0、高校チームまずは先制しています。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターはメヒア、投げました、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、ダイレクトフェンスに当たった、メヒア、いいバッティングを見せました。バッターは6番中村、第9外れた、ボール、完全なボール球。第2球投げた、見送ってストライク、投げた、ファールボール。第4球を投げた、打った、いい当たりだ、センター方向に持っていきましたが、センターバック取りました、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッターは筒香。
第9球ストライク、タイミング合いません。肩越しにランナー見た。第2球打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、二塁ランナーホームイン、ライオンズ1点返しました。バッター角中、角中背番号61。第9球内角低めいっぱいストライク、まずは決めてきました。投げた、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。第3球ストライク、キレのある変化球。第4球を投げた、変化球はアウトローへ、ボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ5球目打ちました、下がっていった、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。そして次のバッターは伊藤。第9球ストライク、少し迷ったか。第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。第4球は外へ逃げるスライダー、空振り三振、最後はキレのある変化球。2回の表が終わって7対1、ライオンズこの回1点を返しています。高校チーム、この回は上位打線から始まります。バッターは第9球投げました、大学へストライク、タイミング合いません。第2球、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、ボール、インハイへ攻めてきます。カウント1ボール2ストライク、三振、先頭バッター三振に倒れました。バッターは最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第9球投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、シンカーは空振り。追い込んでから第3球を投げて、アウトコース低め、空振り三振、最後は146キロストレート。第9球投げた、初球打ちました、ヒットを放ちました。さあバッター、チャンスをものにできるか。第9球投げた、初球外れてボール、投球これから2球目、低めボール、ここはよく選びました。カウントは2ボール。第3球は3球目空振り、タイミング合いません。第4球は直球ストライク、インローへ、少し迷ったか。さあ5球は5球目、打った、レフトフライ、飛距離は出ていません、掴んでこれで3アウトになります。力みすぎたか。高校チーム、ここは結果を出せませんでした。ライオンズ、この回1番からの好打順になります。バッター石毛、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球打った、ライト方向へ持っていきましたが、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは浅村。第9球投げた、打った、当たり損ない、ボールを取る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは秋山。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、ナックルカーブ見送ってストライク。1球目ストライクから投げました、低め際どい、ボール、わずかながら外れています。カウント1ボール1ストライク、高速シンカーはボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、ボール、わずかに外れました、カウントは3ボール1ストライク。投げました、低めボール球打った、ピッチャー返し、秋山ヒットを放ちました、これで2打数の1安打。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球ボール、これはわずかに外れています。第2球投げました、高速シンカーはボール、わずかながら外れます。カウントは2ボールのストライク、タッチセーフ。第3球を投げました、3球目ストライク。さあ4球目打ちました、掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー秋山、残塁に終わりました。3回の表が終わって7対1、高校チーム6点リードは変わりません。3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター、第9球投げた、
スローカーブ、ボール、バッターよく見ました。第2球投げた、シンカーはボール、ここはよく選びました。カウンター2ボール、投げた、高めストライク。第4球を投げた、高め、直球は外れてボール、カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、内角高め外れてフォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。第1球初球シンカー空振り、タイミング合いません。一塁へ牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。第2球またも空振り。第3球は外角高め際どい球、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。タッチセーフ。戸上再三ランナーを牽制します。ボール、完全なボール球、カウントはツーボールツーストライク。投球これから5球目、見送ってボール、これは完全なボール球、カウント3ボール2ストライクです。一塁タッチセーフ。ファーストランナーをちらっと見て投げました。2者連続のフォアボール、この回2人目のフォアボールです。先ほどタイムリーを放っている。第1球ひざ元外れてボール、バッターよく見ました。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目、ボール、アウトローへ慎重に攻めてきます。カウンター2ボール1ストライクです。空振り、少し迷ったか。次は5球目、投げました、打ちました、あっと弾いた、取れない、浅村今拾った、アウト。ワンアウトランナー2塁3塁に変わります。先ほどスリーランホームランを放っている。第1球投げました、1球目ストレート空振り、初球空振りから投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、打ちました、前進守備、セカンド正面、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。今日は安打を放っています。バッターのボール、ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球ストライク、投球は3球目、投げたストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、146キロ直球、空振り三振、ボール球に手が出てしまいました。 QVC マリンフィールドからお送りしております。高校チーム対埼玉西武ライオンズ、序盤終了しまして7対1、高校チームこの回0点に終わっています。投げた、ボール、投げた、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げた、打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは獅子の大砲中村、第1打席はセンターフライに倒れています。初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、アウトロー、外れてボール、わずかに外れました。カウントはワンボールワンストライクです。ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球は空振り、タイミング合いません。追い込んで投げました、ナックルカーブ見送ってボール、カウント3ボール2ストライクです。投げました、変化球空振り三振、バッター筒香、第9投げました、パームボール見送ってストライク。第2球投げました、インコース引っ張った、ダイレクトでボールを掴んでアウト、三者凡退、無得点に抑えています。4回の表が終わって7対1、高校チーム6点リードは変わりません。高校チームこの回は2番からの好打順、バッターは今日3打席目、投げた、変化球ストライク、アウトコースへ、まずは見送りました。第2球投げた、これはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、スライダーボール、カウンター2ボール1ストライクです。次は4球目、投げた、外角高めいっぱいストライク。さあ5球目、打った、浅村バックしていった、ヒット、ボールは中継、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。バッター、今日はサードゴロと三振、タッチはセーフ。
第9球投げた、ストライク、少し迷ったか。第2球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから投げました、1球外した、ボール。カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げました、ストレート、空振り三振。戸上降板、ここでマウンドに上がったのは増田、今日3人目のピッチャーとして登板です。バッタースイッチヒッター。第9球投げました、ボール。一塁牽制、タッチセーフ。第2球ストレートはボール、カウントはツーボール。投球はこれから3球目、ボール、カウントはスリーボール。一塁へ一つ牽制球を送りました、一塁タッチセーフ。第4球を投げました、低めいっぱいストライク、ここは1球見ました。さあ5球目決まってストライク、タイミング合いません。第6球を投げました、148キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げた、初球から打ってった、ショート正面、2塁アウト、3アウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。4回の裏が終わりまして7対1、高校チームこの回無得点です。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは角中、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、打ちました、初球打ち、ファールボール。1球目ファールから、第2球投げた、アウトコース、ナックルカーブ外れてボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク、ボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。4球目空振り、第5球投げた、インコース引っ張った、ファーストの左、取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは伊藤、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、初球カーブボール空振り、1球目空振りから投げました、2球目ストライク。投球はこれから3球目、アウトロー際どい球、ボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク、低めボール球打った、内野ゴロ、ボールを掴んだ、一塁踏んでアウト、これで2アウト、ランナーありません。第9球低め際どい、ボール、これはわずかに外れています。投球これから2球目、シュート決まってストライク。第3球は高めの球、空振り。第4球を投げました、打った、ファインプレー、一塁へ送る、好プレーを見せました、スリーアウトチェンジ。最後はいい守りを見せてくれました。5回の表が終わって7対1、高校チーム6点リードは変わりません。5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター第9球投げました、ボール、ここはよく選びました。第2球投げました、高速スライダー、ボール、2球目も外してきます。第3球を投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク。さあ4球目打ちました、浅村取った、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9球投げた、ボール、投げた、高速スライダー、ボール、いいところですが外れています。カウントは2ボールノーストライクです。投球これから4球目、ストレート見送ってストライク。第5球投げた、内に切れ込むスライダー、空振り三振、高めの変化球にやられました。第9球ストレートはボール、まずは低め。第2球投げた、変化球ストライク、インローへ、タイミング合いません。投球は3球目、決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、中村ボールを取る、増田取ってアウト、3アウトチェンジ。高校チームわずか3人で攻撃が終わりました。前半が終わりまして7対1、高校チームスコアボードに0が入ります。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッターは浅村、第9球変化球ストライク、外角高め、まずは入れてきました、
投球これから2球目打ちました。セカンド右へのゴロ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター秋山、これが3度目のバッターボックス。投げました、外を際どい、ボール、わずかに外れました。第2球投げました、ストライク、少し迷ったか。第3球を投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール1ストライク。投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、レフト見送った、ホームラン、第23号ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、シュートを完璧に捉えました。ライオンズ1点返しました。バッターは中西、今日はショートフライとセカンドゴロ。第9球初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、このボールも空振り、これで追い込みました。第3球はボール、わずかに外れました。カウントはワンボールツーストライクです。投げた、高めボール球打った、交代、余裕があります、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターはメヒア、第9球投げた、低めストライク、初球ストライクから、第2球投げた、ストライク、第3球を投げた、1球外してボール、これはわずかに外れています。カウントは1ボール2ストライクです。投げた、インハイ際どい球、ボール、平行カウント、投げました、打った、ピッチャー返し、うまくカットした、セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって7対2、ライオンズこの回1点を返しました。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター初球はストライク、さあ次の投球、アウトロー空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、打ちました、当たり損ない、浅村掴んだ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、これも空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、打った、ショート右へのゴロ、石毛ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは第9球打ちました、三遊間の当たり、石毛取った、一塁送球、あーっと送球それた、アウトです、一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。 QVC マリンフィールドからお送りしております。高校チーム対埼玉西武ライオンズ、中盤まで終了しまして7対2、高校チーム現在5点をリードしています。高校チームピッチャー交代です。先発の6回2失点の好投でマウンドを降りました、切れ味抜群の変化球投手、今日2番手としてマウンドに上がります。第9球1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート、さあ次の投球投げた、2球目ストライク、投球は3球目投げた、打ちました、ファール、投球これから4球目、ストレートはボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク、投げた、ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール2ストライク、投げた、ボール、カウント3ボール2ストライクです。第7球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、ボールは中継、中村ヒットを放ちました、初安打。バッター筒香、今日3打席目。第9球初球決まってストライク、第2球投げました、外角高めいっぱい、ストライク、追い込んで投げました、打ちました、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります、タッチはセーフ、三塁はセーフ。さあここは守りどころです。第9球投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、ボール、わずかに外れました。カウント1ボール1ストライク、投げました、3球目空振り、タイミング合いません。さあ4球目、外れた、ボール、これは外れます。カウントは2ボール2ストライク、
第5球投げた打ったボールを取るショートから二塁送球二塁アウトライオンズ点差を4点に縮めました。ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。バッターは伊藤。今日は三振とファーストゴロ投げたボール。第2球投げた空振り。第3球を投げた空振り。タイミング合いません。さあ4球目打ちました。いい当たり二遊間ライナー破っていった。センター前ヒットクリーンヒットです。伊藤ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。第9投げた初球を打ちました。一二塁間へ自らベースを踏んで3アウト。7回の表が終わって7対3、ライオンズあと4点を追いかけます。7回の裏高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターはここでヒットが出れば先発全員安打達成です。第2球投げました。これもしかし空振り。投球は3球目投げました。打った三塁線のゴロ中西掴んだアウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターはスイッチヒッター。第1球変化球アウトコースへ外れてボール。第2球投げました。打ちました。一二塁間への当たり中村一塁ベースを踏んでアウト。バッターこれが4度目のバッターボックス。第1球投げました。見送ってボール。さあ次の投球決まってストライク。伸びのあるストレート投げました。アウトコース高め空振り。少し迷ったか。第4球を投げた打ったいい当たりだ。三遊間ライナーで破った。レフト前ヒットクリーンヒットです。ヒットを放ちました。バッター今日4度目のバッターボックス。第9球ボール。投球これから2球目。2球目空振り。第3球を投げた見送ってストライク。第4球を投げた打ちました。レフトへ持っていったヒット。ボールは中継ヒットを放ちました。さあチャンスを広げました。増田マウンドを降りまして、マウンド上は武隈。これが28試合目の登板。高校チームチャンスをものにできるか。第9球初球空振り。タイミング合いません。第2球投げたボール。バッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げたアウトコース低めボール。カウンターツーボールワンストライクです。アウトサイドストライク。タイミング合いません。さあ5球は5球目チェンジアップはボール。ボールカウントスリーボールツーストライク。第6球をランナー一斉にスタート打った。石毛ボールを掴んだ一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。チャンスをものにできません。高校チームここは結果を出せませんでした。ライオンズこの回は上位打線から始まります。バッターは浅村。これが4度目のバッターボックス。高校チームピッチャーを変えてきました。降板ルーキーの今日3番手としてマウンドに上がります。2番セカンド浅村。第9投げました。外れたボール。胸元をついてきます。投げました。低め外角ストライク。投げました。打ちました。三遊間へのゴロ一塁へ送るアウト。これでワンアウトランナーはありません。バッター秋山。今日4度目のバッターボックス。投げました。初球空振り。少し迷ったか。第2球打ったショート右への打球取った一塁送球アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは中西。第9球投げました。初球空振り。タイミング合いません。第2球
高めボール球打った、ピッチャー返し、ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって7対3、高校チーム4点リードは変わりません。8回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9球、投げた、まっすぐ見送ってストライク。第2球、投げた、空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、三遊間、ライナー破った、ヒットを放ちました。バッターは切り札に変わりまして、背番号36、第9投げた、見送ってボール。第2球スタート、ボールを二塁へ送った、盗塁成功、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。高校チーム、さあチャンスをものにできるか。第3球を投げました、外をストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール、アウトコース高め、カウント2ボール2ストライクです。投げました、直球、空振り三振。ランナー一人を置いて迎えるバッターは、今日はここまで4打数1安打1三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは、高校チーム代打構成に出ます。第1球初球見送ってストライク。第2球ボール、はっきりしたボール球、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んでからボール、カウントはツーボールツーストライク。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチセーフ。投球これから5球目、チェンジアップはボール、内角低め、カウントは3ボール2ストライク、タッチはセーフ、2塁はセーフ。第6球を投げました、高め、空振り三振、これも三振、チャンスを生かすことができません。第1球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、カーブ見送ってストライク。投球は3球目、投げた、外角低め、外れてボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打ちました、これはセカンド真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。力みすぎたか、高校チーム、ここは結果を出せませんでした。高校チーム、ピッチャーを交代します。マウンドを降りまして、ルーキーの今シーズン50試合目の登板。さあいよいよ最終回、バッターはメヒア。第1球投げた、見送ってストライク。第2球外角高め、際どい球、ボール、これは外れます、カウント1ボール1ストライク。外角高め、空振り、タイミング合いません。投球これから4球目、打ちました、引っ掛けた、これは内野ゴロ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、獅子の大砲中村。第1球アウトロー、際どい球、ボール、慎重に攻めてきます。投げました、低め際どい、ボール、これはわずかに外れています、カウントは2ボールノーストライク。投げました、アウトコース低め、ストライク。第4球を投げました、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、フェンス直撃、打ったバッターは二塁へ向かった、ランナー止まった、中村ツーベース。今日2本のヒットを放っている筒香。
第1球初球外れてもわずかながら外れています。第2球投げました。第3球を投げました。打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、これはヒットになります。ライオンズ点差を3点に縮めました。筒香タイムリーツーベース、これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁という場面で角中、高校チームピッチャー交代です。降板ルーキーの今日5番手としてマウンドに上がります。第9投げた、初球カーブは空振り、カーブに全くタイミング合いません。初球空振りから打ちました、いい当たり、センターへの打球、センター前クリーンヒット、角中ヒットを放ちました、初安打。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、伊藤タッチセーフ。第1球投げた、外角高めの直球はボール。第2球投げた、ボール、これも外します。第3球はボール、カウント3ボールノーストライクです。投球これから4球目、カーブ外れてフォアボール、これで塁が埋まりました。第1球カーブはボール、まずは外投げた、外れた、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、アウトローへストライク。第4球を投げました、打った、これは強烈、入れば逆転だ、伸びた、伸びていった、ボールは中継、ライオンズさらに2点を返しました。石毛タイムリーヒット、今日初めてのヒットになりました。ライオンズ代走を送ります。秋山三塁に入りました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは浅村。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球投げました、初球空振り、少し迷ったか、一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。第2球投げました、インロー際どい球、ボール、膝元外れます、カウントワンボールワンストライク。第4球を投げました、ムービングファーストはボール、外角高め、カウント2ボール2ストライクです。投げました、見逃し三振。ここまで2安打の秋山。第1球投げた、変化球ストライク、アウトローへ。さあ次の投球、打ちました、ボテボテのショートゴロ、ショートこれは守備範囲内、アウト、ゲームセット。高校チーム1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように7対6高校チーム僅差で勝利しています。勝利投手は、敗戦投手は石井、そして西武は、実況担当は堂前秀夫で QVC マリンフィールドよりお伝えしました。